4公会議は、慶応3年5月、京都において設置された諸公会議である。有力な大名経験者3名と実質上の反の最高権力者1名からなる合議体制で、15代将軍、徳川義信や摂政、二条成行に対する始準機関として設置された。幕末に流行した抗議制大論の流れの中で、薩摩藩の主導のもとに成立した会議であり、 朝廷や幕府の正式な機関ではなかったが、それに準ずるものとして扱われた。薩摩藩はこれを機に政治の主導権を幕府から夕飯連合側へ奪取し、朝廷を中心とした交部合体の政治体制へ変革しようと図ったが、吉信との政局に敗れ、ごく短期間で挫折した。この結果、薩摩は完全に倒幕に火を切ることとなる。 本校における日付はすべて旧暦によるものである。第二次長州政党の最中、十四代将軍、徳川家持が大阪城で休止した後、後継者とみなされた、徳川義信は徳川宗家の継承のみ承諾したが、将軍就職は誇示した。周囲から押され、それを断り切れずに就任する形式を取ろうとしたためと言われる。五ヶ月後の十二月五日、 ようやく吉信は征夷大将軍に就任する。しかし、同月に公明天皇が突然崩御。吉信は治世序盤にして大きな後ろ盾を失うこととなった。新将軍、吉信にとっての大きな課題は、前将軍休止に伴って停戦したとはいえいまだ、表向きは朝敵であった長州藩への処分問題と、諸外国と約束したものの公明天皇の強い、 反対によって実現しなかった、兵庫校の開校問題であった。吉信は、第二次徴収制伐に失敗するなど、権威が失墜していた幕府を、幕府を中心とした朝廷との交部合体によって、権威を回復し、政治の主導権を握りたいと考えていた。兵庫校は、安政5年に締結された、日米修好通商条約及びその他諸国との条約により、 西暦1863年からの開港が予定されていたが、偉人嫌いで知られた公明天皇が京都に近い兵庫の開港に断固反対し、また条約そのものの直去を出さなかったため、開港計画は頓挫していた。この状況に豪をに癒した諸外国が慶応元年9月13日、イギリス公使、ハリー・パークスの呼びかけにより、 イギリス、フランス、オランダ、アメリカの連合艦隊が、北海峡を突破して、兵庫沖に停泊し、開港を迫る事件が起きていた。幕府が新たに結んだ、ロンドンオボー絵描きでは、開港が5年延期され、西暦1868年1月1日をもって、兵庫開港の期日としていたため、吉信の将軍就任時点では、あと1年しか残されていなかった。 フランス公使レオン・ロッシュは、早速2月6日に、大阪城で吉信と会見し、兵庫開港の履行を求めている。これを受け3月5日、吉信は朝廷に、兵庫開港の直挙を創生したが、入れるところとならず、22日に再度上票これも、不許可とされる。諸外国からは開港半年前までに国内に、その旨を告知することが求められており、 何としても5月中の直挙が必要であったため、吉信は諦めることなく三度上評文を提出する。その一方、3月中旬に吉信は各国公使を大阪城にて公式に引見し、将軍の責任を持って兵庫開港を断行すると宣言。薩摩藩など幕府権威の低下を図る勢力を牽制し、幕府が日本を代表する政府であること、 外交の主導権が厳然として幕府にあることを明示した格好となった。すなわち兵庫外交は外交問題でありながら国内の政局問題と強く連動していたのである。一方、慶応2年に長州藩と薩長同盟を締結した薩摩藩は長州の名誉回復に尽力するとともに幕府主導の政局を牽制し、列行会議路線を進め、朝廷を中心とした。 公部合体の政治体制へ変革したいと考えていた。そこで、薩摩藩在京首脳の小松清廉、西郷隆盛、大久保利道らは、夕飯諸公らを上京させて、徴収問題、兵庫開港問題などの告示を議する会議を各作する。2月1日には、島津久光に上京を促すため、西郷が鹿児島へ帰国。久光の賛同を得た西郷は、 そのまま、久光の命で、伊達宗なり、山内陽道の誘い出しに赴く。一方、京都では小松が在京中の松平春学を説得。3月25日には久光が7000人と合せる、反平を引き連れて、鹿児島を出発。続いて4月15日に宗なりも入居。5月1日には陽道も受落し、4健康が揃った。なお、 吉信の再三にわたる兵庫開校の上層を受けた、朝廷は3月24日に全国25班に対し、吉信上兵分に対する意見具心と、反主状況を求めていたため、これら諸公の状況も結果的に調明となった。5月4日、京都の越前判定に、久光は、陽道、春学、胸なりの4人が集い、4公会議がスタートした。以後、 以下のように会合が持たれた。この4公会議は、文久3年末から、翌年春まで数ヶ月間設置されていた3月、会議の再現であり、構成メンバーも議題もほぼ同じであったが、周囲の状況は一変していた。4公会議序盤の議題は、朝廷の人事で、当時欠員となっていた偽装の補充をめぐり、新幕府派の二条摂政と久光との間に激論が交わされた。 久光は、以前から婚姻の大原重徳、中身角常野を押したが、二条摂章は何かにつけて、選定の栄業を持ち出して、難色を示したため、久光が、それならば、選定の栄業に従い、吉信が要求する兵庫開港も断然拒否なさるかと、詰め寄り、二条が、暴論なるべしと激怒し、久光も、暴論とは、いかなる主意かと応ずる緊迫した場面となった。結局、 偽装人事は押し切られ、長谷信厚、大木町三条佐根なるが認じられることになった。5月14日、吉信は四項を隠建して、国事を偽するが、徴収問題と兵庫開港問題のどちらを優先するかが、まず対立点となった。久光は、徴収官天論をお唱え、兵庫問題よりも先に、これを決定すべきであると主張し、胸なりが同調した。 しかし、吉信は、長州観点は、幕府の日を認めることになる上、会議が、薩摩主導の流れになってしまうことを恐れ、これに反対。兵庫開港の期日が迫ってきていることを理由に、あくまでこちらを優先すべきと立場を崩さず、3年半前の、サンアズ会議と、同様、吉信と久光の対立で会議は頓挫してしまう。 結局妥協が見られぬままこの日は、吉信の提案により、諸公との記念写真を撮影しただけで3回となり、四公側が吉信からうまくあしらわれた格好となった。19日には病欠と称した陽道を除く3人が、老中、板倉克樹よ、稲葉正国に断反するが入れられず、松平春学は、両県同時創生を提案して、妥協を試みる。しかし、 吉野部の政局主導を阻止したい大久保利道は越前判定へ出向いて説得。結局23日に至って四校は連名で徴収問題選議を権利書にして提出するにとどまった。この5月23日、タイムリミットの迫った吉野部は決死の覚悟を持って調議に臨んだ。本来調名によって招集されたはずの四校も全員が列席すべき立場であったが、 すでに、半ば諦め気味の雰囲気が漂い、結局、春学、宗成の二人が三席したのみである。吉信の意気込みにもかかわらず、朝廷側の抵抗も、激しく、剪定のご意志を盾に、兵庫会校許可を拒んだ。板挟みにあった二条摂政は結論の先延ばしを、図る。しかし、夜半の休憩中にも吉信は春学に、今回ばかりは議決するまで何昼夜かかっても、 退去しない覚悟である。さもなくば、必ず工作が再開されてしまうと述べ、驚異的な粘りを見せた。翌日未明に至り、あまりの会議の長さに散会しようとした二条に対して、大納言、高塚さたすくせいが、天皇も将軍も、よしとする直教を、この会議で決められないようでは、天下は乱れ、朝廷も今日限りであると発言。 父の助宏にたしなめられるが、これを機に、阿そんらも二条の優柔不断を責める流れとなり、ついに明け方折衝が折れ、兵庫開校及び長州間天論を創生し、明治天皇の直居を得ることが決定した。吉信が主導して、徹夜の長儀で直居を勝ち取ったことは、一連の政局における、吉信の完全勝利と四皇会議側の敗北を意味した。薩摩藩の西郷。 大久保らは4公会議の失敗を受け、戦略の変更を余儀なくされる。慶応3年5月21日、中岡慎太郎の仲介によって、西郷、小松立脇らは、土佐藩の倒幕派の重鎮、犬井大輔、谷立脇らと、殺土倒幕の密約を締結し、5月25日、薩摩判定で、重臣会議が開かれ、武力倒幕に火を切ることが確認された。 すなわち、もはや劣行会議で幕府を牽制するのは不可能であるとして、島津成明以来維持してきた抗議路線を放棄し、武力倒幕路線を施行することとなる。軍役部行、伊地地正晴は、この倒幕の方針を久光に伝え、これに久光も半ば同意した。薩摩藩は密かに岩倉智美と結び、中山忠康、大木町三条佐なる。 中見角常野らの協力を得て、倒幕の密直行為の地に向け、工作することとなる。一方四公会議の途中から欠席するなど薩摩と距離を置き始めた陽道は、むしろこの後徳川家用語の姿勢へ傾斜を深めていく。同年6月、坂本龍馬から大政奉還を含む戦中八策を聞いた土佐藩の後藤昌二郎は、陽道にこれを進言する。 徳川家孫族の妙作と考えた与道は、吉信に大政奉還を建白した。その結果、薩摩川の倒幕の密直工作の規制を制し、10月14日、大政奉還が実行されることとなる。以下、引用文の求辞は真摯に改めてある。ありがとうございます。